どうも、笠井みまろ、文系担当、吹きのとうです。今日はですね、漢文これで満点、合格への3ステップっていうことで、これだけあったらもう満点取れるよっていうことで、インプット、アウトプット全部ね、紹介していこうというふうに思います。では、よろしくお願いします。まず、漢文っていうのは本当に50時間で完成するんですね。めちゃくちゃ短い時間。まあ、現代文とか正直何百時間とかかかったりするんですけども、漢文だけで言ったら50時間で完成します。 とか要するに1時間勉強したら共通テスト1点ゲットできるっていうめっちゃコスパいい単元なんですね。で、国語苦手やなーとか言う人も漢文だけはちょっとまあ別の外国語みたいな感じなんで得点源にしやすいよっていうことです。で、今日紹介するス3ステップね、1個ずつ踏んでいったら完璧になっていくんで、ぜひね、実践してみてください。じゃあまず1個目ですね。まあ基本的にこの重ね物の,の動画、揃っています。で、まず基礎をこれで総ざらいしてほしいんですね。これあの まず、パート1、ワンステップ目、4つ、あの、あれがあるんで、見ていってください。まず、1個目、漢文の句法ですね。漢文で一番大事になっていくるのは、やっぱりね、句法になってきます。再読文字であったりとか、まあ、変読文字とか、いろんなあるじゃないですか。あとは、反語とか、疑問とか、そんな感じの漢文句法。この総ざらい動画があって、これ、弁当のやつなんですけども、20分で句法の基礎がね、本当に完璧に覚えれます。なので、これ、まずね、見てほしいです。 もう漢文やってるよとかいう人もまずこっから見てほしいなというふうに思います。で、もう漢文大体こう覚えてて、あとは復習だけっていう人やったら、歌で復習できる。これは笠物じゃないんですけども、お日様太郎さんという方の動画があるんで、これ全部ね、今日の紹介する動画、概要欄の下を組んで、ちょっと見てみてください。で、2個目、ややこしい品質漢文単語をまとめた動画っていう感じですね。これまあ11個、めっちゃテストに出る。まあ、漢文で結局テストに出る単語っていうのは決まってるんですね。 その漢文のテストに出る単語だけをまとめた動画っていうのをまとめてるんで、これをね、2個目に見てみてください。この1、2っていうのは順番ですね。まずこの動画見て、次この動画っていう感じで見ていってください。で、3つ目。漢文単語100個一気に覚える動画。まあ、これはもうテストに出るやつ、そして読むために必要なあの単語とかも全部紹介している単語になっていて、まあ、この品質単語のやつ見てから、こっち見てほしいです。で、絶対見てほしいのが、この1と2はもうほぼ100で見ていってください。 で、3も、まあ、絶対に助けになるんで見てみてほしいんですけども、特に1には必須っていう感じになっています。で、最後に、漢文常識っていうのがあって、まあ、漢文の中でも古文常識ってあるじゃないですか。漢文の中でもこういうのはしておいてほしいよっていう漢文常識があって、その動画になっております。で、まあ、40点以上漢文取りたいなっていう人には絶対必須なんで、40点以上欲しい人は絶対4番まで見ていってください。で、この1から4まで2倍速で見る。まあ、大体これ全部2倍速で見れるようになってるんですけども、 45分でできるんですね。だからめちゃくちゃコスパのいい勉強できるんで、この1、2、3、4と見て、2倍速で見たら45分。まあ1.5倍速でも1時間ちょいで見れるんで、見てみてほしいなというふうに思います。まずこのルート、この順番をね、間違えないでほしいなというふうに思います。で、これでパーステップ1は完璧です。じゃあ次何をするか。参考書を使ってください。パート1のこの笠間の動画の時は参考書まで全くいらないです。 でパート2では参考書を使って、インプット。これ軽くインプットしたところから、したとこからもっと深いインプットをしていってほしいなというふうに思います。で、基本この2冊で大丈夫です。どっちかですね。漢文山の山っていう参考書か、漢文早覚え即答法っていう参考書、どっちかでいいなというふうに思いますで。まず山の山の方なんですけども、網羅性はナンバーワンで、 まあもう完璧に漢文を完璧にしたいという人だったら山の山で記述、まあ、までも対策できるんで山の山でいいかなというふうに思います。あとはまあ二次試験とかあとは私立に漢文あるよという人もまあ山の山一択かなというふうに思います。で逆にまあ漢文40点でええわっていう人だったら早覚え即答法の方がいいかなというふうに思っていて確かに網羅性についてはちょっと劣るんですけども 覚えやすさであったり、この見やすさっていうのはナンバーワンかなと思っていて、まあ、正直一番人気の参考書でって言われたら早覚え速答法なんで、まあ、40点前後狙いならこれ読んでほしいなというふうに思います。オッケーでしょうか。まずパート1で動画見て、この1,2,3,4の順番見て、基礎をおさらいします。で、そこからまたインプットをブラッシュアップしていく。で、参考書大体まあ2週ぐらいはしてほしいなというふうに思います。 で、ちょっと補足なんですけども、まあ、この新面接漢文っていう学校で配られるあのパンダのやつあるじゃないですか。あれ、覚えやすかったらもちろん、これの代わりになってくるんですけども、正直、ふきのとう的にはあまりお勧めしないかなというふうに思います。もちろん、これで覚えやすいとか、これ使えるとかいう人だったら、新面接幹部で全然大丈夫なんで、この代わりに使ってください。基本的には、この2択、どっちか買うのをお勧めします。っていう感じです。で、これでも皆さんもインプット完璧です。あとはもう読むだけなんで、 あすいません。この画像ですね。漢文山の山はこれで、早覚えとズク法、こんな感じになっています。これぜひね、覚えておいてください。で、最後、インプット完璧なんで、予想問題集とか、過去問していきましょう。ということですね。もうやっぱりアウトプット、問題実践をしないと力がつかないんで、インプットをしっかりしてからアウトプットやっていきましょう。で、漢文はセンター使えます。 まあ5年分はね、センター過去もやっといていいんじゃないかなっていう風に思うんで、5年分ぐらいはもうあの無料でネットに転がっているので、センター過去もね、インスパーって家でしたりして、5年分ぐらいはやってみてもいいかなという風に思いますま。余裕があるよという人たら10年分やったらね、かなり力がつくんじゃないでしょうか。で、予想問題集もどこでもいいけども、10回ぐらいは実践経費で解く必要があるんで、予想問題集、1冊は最低でも。 まあセンター5年分プラス予想問題集で、まあ、10回ぐらいは実践形式解い,いておいてほしいなというふうに思います。でよく聞かれるのが予想問題集どこがいいんですかって聞かれるんですけどもあまりまあ僕たち自身特定のっていうのはなかなか難しくてまだ明言してないんですけどもまあ目安としてはこんな感じですね。河合はやや簡単で駿台さんがちょっと難しいで Z 回が難しいみたいな感じですね。まあ、この可愛い寸大に関しては、 なんかたまに変わったりするときあるんですけども基本的にはこんな感じになっています。で、もっと補足すると代々木は一番簡単っていう感じになってますね。で、当身で言うならばこの河合と駿台の真ん中ぐらいっていう感じです。という感じになっております。で、まあ思考調査は100%解いておいてくださいね。思考調査と去年の共通テスト問題は100%解くようにこれだけは絶対でねやってほしいです。で、ここまで3でもうこれで実際50点取れましたっていう感じになってくるんですけども ちょっとね、補足であと2個ぐらい紹介しようというふうに思います。基本的にここまででオッケーです。もうこれさえやってもらえれば50点取れるっていうのは普通のと結構保証できるんで、頑張ってやってください。で、けどちょっと伸び悩んでるとかいう人は、演習用参考書ちょっと1冊紹介しておきます。この最短10時間で9割取れる共通テスト漢文のスゴ技っていう、もうちょっと怪しいタイトルではあるんですけども、すごい薄くて、本当に実践的なテクニックっていうのが揃っています。だから、工法とか覚えてるし、 漢文常識まであったのになんでか点数最後上がらんっていう人はちょっとこれ読んでみたら問題を解くコツが載ってるんですねだからこのスゴ技結構現代文とかも吹きのとをお勧めしてるんですけどもこの漢文ね是非買ってみてもいいかなというふうに思いますで吹きの音を思うのは3番でアウトプットやってうわ30点しか取れへんなっていう人におすすめなんでこれね、あのーまあ、もし点数取れなかったらっていうパターンでいいなというふうに思いますで番外編です いやもう漢文このかさ漢文るの動画から見たけどちょっと分かりにくかったとかはちょっとこれ、まあ、かさに丸どっちかって言ったら復習用、まあ、予習でもいけるんですけども基本的には復習の人向きかなというふうに思うんで本当に処方の処方から漢文やりたい人っていうのはこの2つの動画ねおすすめしてきます。まあ、YouTube では森山先生というすごい漢文の分かりやすい先生がいてあの森山先生の漢文動画、まあ、大体10本ちょいあるんですけども本当に丁寧に解説されてるんでかなり分かりやすいと評判なんで。 一からやりたい人っていうのは森山先生の漢文動画いいかなというふうに思います。あと YouTube ではなくてスタサブになってしまうんですけども、まあ、スタディサプリやってる人やったら、岡本先生っていうまあ、古文漢文の先生いらっしゃって、わかりやすい先生なんですけども、女尾先生の、高1高2のベーシック漢文ってやつがね、かなりわかりやすくて評判なんで、スタサブやってる人やったら、あとテキストついてるんでね、スタサブは検討してみてもいいかなというふうに思います。はい。ではこれで、ね、漢文も皆さんもう50点満点です。もう終わったらすぐ、 この動画終わったらすぐこの1個目の工法の動画見てみてください。では終わりましょう。バイバーイ。